池田恵美のリファーナルフォーライフ。時刻は十時三十分を回りました。皆さんこんにちは。池田恵美のリファーナルフォーライフのお時間となりました。今週もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組は面白いお形にの AI プランニングと。 壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けしておりますパーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしておりますビジネスコーチリファーラルマーケティングコンサルの池田由美です この番組はリファーラル紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報やとっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です。 双方向でお伝えしていきたいと思っております。番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問、募集しております。メールアドレスは7 9 7 f m k i n c o m 7 9 7 f m k i n c o m までお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。 ツイキャスやリスナジオでも配信しておりますので FM 技能案を検索してぜひアプリケーションをご覧いただきながらお聴きくださいねツイキャスからのコメントもお待ちしておりますはい今週も始まりましたけれども えー、今日は埼玉県草加市の地元からお届けさせていただいてますがちょっとね、週末お天気が崩れたのもあって気温が少しだけ下がったかなという感じがしていますが、えー、皆さんのいらっしゃるところ各地お天気とかねいかがでしょうかね。まあ、お,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 お正気分ももう抜けて 1>, えー、1月半ばになってきましたのでもうそろそろ皆さんね、えー、エンジン全開で動いてらっしゃるんじゃないかなというふうに思ってます私は、えー、先週山中校のね別荘からお届けさせていただいたんですけど実はあの毎年 えー、箱根駅伝が終わるとですね自分合宿というのをやっています。自分合宿、あのー、もう本当、一人きりになってわんこはね、えー、連れて行ったりはするんですけどうんもう自分にずっと向き合う時間を強制的にとっているんですね。 でそこで今年1年のスケジュールとか、えーまあ、具体的なより具体的なイメージを全部頭の中で作って、まあ、きちんと書き出したりとかもするんですけど。 あの目標設定をしてイメージしてよしっていうエネルギーチャージを富士山からもいろんな、ねえー、ものすごいエネルギーをもらってよし今年頑張るぞっていうセットアップのための合宿をいつもするんですね、えー、そしてまあ途中で週末だい,たいあのかかるのでそこではトレーナーたちも来て一緒にあの私のこう 思いとかをね伝えてみんなで合宿して今年1年頑張ろうっていうね、えー、時間を持っていますでその中でやっぱ今年もですね自分の中にあの向き合っても,うもちろん目標設定っていうのもしたんですけれどもえー、まあいくつかのね項目に分けて、まあ、ビジネスとプライベートと、えー、ちゃんとあの目標設定をしておりますその中で私がね今年あの頑張って 目標を達成したいなって思ってるのはあのまず自分自身が幸せじゃないと成功はしないこれはねあのハーバード大学の研究でも分かってるんですけど幸せでないとあの成功と感じられないっていうことも分かっているのでまず自分が幸せになる。 なので今年は自分が幸せと感じる選択をするっていうことをねすごく重きを置いていこうかなというふうに思ってますなのでもちろんあの仕事面での目標っていうのはあのもちろん売り上げがどれぐらいとか、えー、チームを何人にするとかっていう事業計画はもちろん考えてはいるんですけれどもそれよりも前にまず自分のこと をちゃんと幸せにしてね普段から自分にもちゃんと感謝して、えー、幸せに感じられることを選択していこうそんな一年にしたいなと思ってます。まあある筋,筋というか <laughs> あのー、ある方にね、えー、お聞きすると去年と今年が私は天中札らしいんですよ。転柱札 なので、ちょっとあやみさん気をつけてくださいとか言わあのおっしゃっていただいてるんですけどなんか私、全然ねあのネガティブじゃなくってむしろ絶好調でなんか今年はもうガンガンいけそうな気がするみたいなねなんかそんなモチベーションになっておりますので、まあ、あのふるあの全力でね今年も頑張っていきたいと思っておりますので皆さんも応援よろしくお願いいたします。あの 私がねなんかこうシューンとしてるとこう周りの皆さんもすごい心配されたりとか <laughs>、あのー、皆さんにもねエネルギーを差し上げることができないので頑張っていきたいと思ってます今日はあの、ね、自宅からなので、あのー、画面を、ね、ご覧いただけてる方はあのうちのピーチちゃんもここで隣で参加しておりますのでピーチですよろしくお願いします <laughs> はいさてさて、えー、先週ですね、あのー、3連休の時に成人式が各地で行われておりましたよね晴れ着姿の女性の姿とかまか、あ、姿の、ね、男性を街の中でもね見かけたんですけれども改めまして新成人の皆様おめでとうございますこれからたくさんのことにチャレンジしていってくださいね えー、もう本当可能性無限大ですよねいいなあたちってもうお肌ピチピチだしね <laughs> ここまで、えー、産んで育ててくださったご両親には本当に感謝ですよね、えー、私は私自身の成人式はもうかれこれ三十うん年前になりますけれども、えー、今年はですね実は私には二十、えー、歳の おめいっ子と18歳のおいっ子がいるんですけど、まあ、この2人は兄弟なんですけどねお姉ちゃんは大学2年生で20歳の成人式で弟は高校3年生で18歳の成人式なんですよね。歳歳と18歳が一緒に成人式 なんかねちょっと不思議な感じなんですよね。お正月に会った時はまあねおっ子姪っ子はみんな他にもいるんですけど、うんまあ、親戚集まるところに来たら一番の目的はもうお年玉ですからね彼らはね。なのでもちろんね、えー、みんなでお年玉配りましたけど今年はさらにこの2人にね成人のお祝いでまあおばさんは大変ですよ。 <laughs> 私はねえー、と2おいっ子3めいっなんですよねでもね可愛い,いから本当にあに、のー、おばさんってもうおいっ子めい子メロメロですからね <laughs> で、えー、このお姉ちゃんの方二十歳の子はですねやっぱり二十歳20歳って特別な感覚があるようでしたね、えー 前撮りあの振り袖の前撮りをしたりとか、まあ、当日もこの間もね綺麗にまた振袖を着て、えー、写真を撮ったりとかお酒も飲めるようになったようなのでちょっぴり大人になった気分を味わったようでした。 うん、弟の方は成人と言ってもまだ高校生なので全く何も変わってないというか全然実感がないようでした。なので成人といってもお酒とかタバコは二十歳からだし選挙の投票権がもらえるぐらいで実生活には変化はないけれども。 まあこれからはですねいろいろなこともできるようになるんですけどちょっとこう心配だなと思っているのは親の承諾なしにいろいろ自分で選択してあの申し込みをしたりとかできるようになっちゃいますから、えー、例えばクレジットカードですとかねうん、まあ、今まで制限されて年齢的に制限されたものが利用できるということになると可能性も 広がるんだけれどもリスクも大きくなるっていうところできることが早くこう増えていくっていうのはありますけどとにかくいろんなことを経験することによって精神的な成長が期待できるんじゃないかなと思いますけれどもね。 えー、まあ甥いっ子に関しては本人はそうは言っても不安に思うことも多いみたいでしたねまあそれが本当のところかな正直なところかなと思いますこの大人への一歩ってとっても大事なことだなというふうに思っています皆さんの成人式の思い出ってどんなことがありましたどんな成人式でしたか成人して、えー、変わったことって何かありましたかよかったらコメントください えー、私が二十歳になった時私は大学生でした、まあ、成人といえど学生なのでまだまだ全然ね余ったれだったんですけど二十歳の時って、えー、何してたかなーってちょっとね思い返してみました私は大学に通っていたので毎日部活で忙しかったんですけどその部活の合間,を合間で、えー、アルバイトもしていて、えー、毎年夏にニューヨークに行って あのホームステイしてたんですけどそのホームステイの費用を一生懸命貯めてましたで大学時代はあの祖父が亡くなって1人暮らしになってしまった祖母のところで下宿して、えー、一緒に住んでたので、まあ、おばあちゃん高校のつもりでね祖母のことも、えー、連れていこうと思って実は内緒でおばあちゃんの分の あ、飛行機ダムバイトで稼いで頑張っていたんです。でえー、祖母ねサプライズでニューヨークに連れて行こうかなと思ってたんです。でもどうしてもちょっとこう。お金が足りなくてですね。あの今みたいにネットで簡単に飛行機のチケットとか買えなかったんですよね。あの当時は旅行会社さん。 の窓口で申し込んで手配してもらうっていう感じで、まあ、クレジットカードもないから、まあ、現金で払うしかなかったんですけどどうしてもね5万円足らなかったんですよ。でで、えー、もももうう期日も決まってるのでもう母にねもう 実はって言っておばあちゃんも連れていこうと思ったんだけどどうしても期日までにお金が足りなくて5万円だけちょっと手伝ってくれませんかって <laughs> お願いして、まあ、おばあちゃんのチケットを買ったっていうことがありました、まあ、ホームステイ先のホ,ホストファミリーっていうのはまあ親戚の家で、まあ、祖母にとってはまあ娘家族っていうところになるのでもう祖母を連れていけばみんなが喜んでくれるっていうのも分かっていたので。 ただ祖母、祖母自身は自分がもう高齢だし英語もしゃべれないしもうニューヨークにはね行けないかなと思ってたので私が一緒に行こうって言って、えー、飛行機を手配したのが本当にね喜んでもらえたの今でも心に残っています。 まあ祖母が一緒にニューヨークに行ってくれたおかげで普段会えない人がわざわざ祖母に会いに来てくれてまあそこに私もね会うことができたりとか祖母を食事に連れてってくださるんですけどもう私まで一緒にね便乗して連れてっていただけるなんていう,こう結構恩恵も受けてすごくラッキーだったんですけど今思えば祖母とニューヨークには2回行ってるのでまあかけがえのない思い出だなと思ってます。 今年成人された皆さんも今まで,今できることはねぜひ全力でやってみてくださいねあとになってとてつもなくその経験がとってもいい経営の思い出になりますし自分の糧にもなってくるんじゃないかなと思いますそしてそれが自分の実績にもなってきます私にとっては大学時代に祖母を2回ニューヨークに連れてったっていうのは一つの実績 功績だと思っています実績って聞くとほとんどの方は、えー、成績がね学校で成績が学年1位でしたとかスポーツのなんとか大会で優勝しましたなんていう華、えー、々しい結果のことを思い浮かべる方も多いかもしれません。確かにそれも実績です でも実際の実績の意味っていうのは、えー、調べてみると実際の功績や成果のことというふうに出ていました実際の功績や成果のことを実績というということなんですね例えば、えー、中学校の時毎年学級委員でしたとか 部活でマネージャーとしてチームを支えてきましたっていうのも実は立派な実績になります。また、例えば私は富士山に2回登頂しましたっていうのも実績だし、えー、学生時代に10キロの海で大延々をしましたこれ私自身本当にやってるんですけどっていうのも実績とかね 学校内のスピーチコンテストに出場しましたっていうのも実績です。これ、入賞したとかしなかったとっいうことではなくって、出場したっていうこと自体が実績ですよね。私のクライアントのある女性はですね、彼女は私より5つ、6つ上の方なんですけど、彼女は。 3人の男の子の男子お母さんなんです、まあ、やんちゃ盛り食べ盛りの男の子を、まあ、3人も産んで育てて立派に成人させたっていうのはすごいい立派な実績だと思いませんか、うん、でもご本人はそれはそんなの母親として当たり前だからって思っていて実績になるだなんて考えてもいなかったんですよね。 ですが子供がいない私からしたらそれはすごい功績なんですよ。この実績っていうのは実は周りの人があなたをおすすめしてくれる周りの人に紹介してくれるポイントや理由になってきます。相手が興味を持っていることに対してあなたが何か成し遂げることがあるならば。 あなたのことをきっとおすすめするつまり紹介してくれることにつながっていくんじゃないかなと思いますだからあなた自身が自分の実績をきちんと人に伝えられるようにしておくといいですよね自分では大したことないと思ってても他の人から見たら素晴らしいって思うあなたの功績がきっとあるはずですあなたの実績ぜひ見つけてみてください その実績を武器に紹介がもらえるようになったらいいですね。この武器ね、ね実績が武器になる、<laughs> これぜひです、ね、皆さんたくさん見つけられるといいんじゃないかなと思います。この武器っていうのも、例えば、時間をごとにいろいろ出てくるんじゃないかなと思うんですね。例えば子どもの頃こんな実績がありました。中学のの時はこんなあの 実績がありますすととか、か、大学でではこうですとかもちろん社会人になってからとかっていうのもあるかもしれませんけれども時間軸で考えていくといっぱいであの考えやすくて出やすいんじゃないかなというふうに思います。是非皆さんのね素敵な実績これを武器にっていうところを考えていただいて、えー、こんなのありますよっていうのはね是非コメントもしくは、えー、また「FM 犬のワのホームページの方にもコメントをお寄せください。 今日は実績があなたを紹介する武器になるということをお伝えさせていただきましたはいではここから番組からのお知らせになりますリファーラルマーケティングオンラインセミナーですねこれ私の講座で毎月やっておりますけれどもオンラインセミナー説明会ですねこちら1月24日火曜日10時から12時30分ですね、えーごあ <laughs> 今回はね午前中に開催いたします。リファーラルマーケティングのまずは基礎を学べるセミナーになっています。リファーラルマーケティングというね、紹介を活用してビジネスを成長させましょうというメソッドですね。質が高いリファーラルを得るための5つのステップってどういうのがあるのかなとか、またリファーラルのパーセンテージ、割合を見て目標を達成する方法を習得しています。 いただきますこれ、えー、2時間半のセミナーなんですけど、かなり、えー、濃い内容ですね、もう皆さんがうーんもうびっくりするぐらい、えー、濃厚な時間ですけれども、きちんとこの学んだことを実践していただくと、もうこの体験セミナーの段階で紹介を得られたなんていう方もねいらっしゃいますので、ぜひ、えー、これオンラインですからか、えー、いろんな場所からご参加いただけます。そして1 13月28日日土曜日、えー、13時から10 7時ですね。これはルームフルオブリファーラルズディスク理論セミナーが東京・新橋で開催いたします。これ本当大人気の、ね、セミナーなんですけど、人にはそれぞれの行動スタイルがあります。それは潜在的なスタイルと顕在的なスタイルっていうのがあるんですね。自分のスタイルを知って、相手のスタイルを見極め、さらに 相手のスタイルに合わせてあげることができたらばコミュニケーションが円滑になってきます。職場やお友達、えー、ご家族の間にもこのメソッドは活用できます。 より多くの紹介をもら,いたかもらいたい方は相手に合わせたお願いの仕方をって伝えることによって質も数も上げることができるようになってきます毎回本当に、ね、これ大好評のセミナーなんですねで終わってからね爆笑懇親会なんていうのもやってますから、えー、もしお時間がある方は、ね、合わせてご参加いただけたらと思います詳細につきましてはアセンティブジャパンのホームページをご覧ください https// ですアセンティブは ASENTIV になります。https スラッシュスラッシュジャパンドットアセンティブドットコムまでご覧いただきましてお申し込みはこちらからお願いいたします。 はい、さてさて、今週もね、えー、お聞きいただきまして、ありがとうございます。のまあ、1月、あっという間にもうね、1月後半戦になってきました。この調子でいくと、もう本当ね、えー 1> 1年がまたブワーッと駆け抜け抜るよう、まあもちろん皆さんね繁忙期閑散期っていろいろあると思うんですけれども、えー、どの時もね皆さんご自身がこう笑顔でいることが一番のお幸せその時間を作るために今頑張って働いてらっしゃると思いますので、えー、この働くことだけにフォーカスせず 自分のライフサイクルとかねライフスタイルというのもぜひ、えー、大事にしていただきたいと思います二十歳の頃、えー、今のね、えー、こんな状況になっているっていうことを想像できた方っていらっしゃらないと思うんですけど、えー、ぜひですね、えー、皆さん今そこからさらに成長して頑張ってるよっていう姿をあの頃の自分にぜひ教えてあげてください えー、今,日今日もね、えー皆さんあのー、私は本当に成人の方々からエネルギーをもらったなっていう風に思ってますし、自分を思い返せる時間になったことに感謝しております。えー、今週もお聴きいただきましてありがとうございました。今日は1週間の始まりです。お仕事中の方、ちょっとコーヒータイムの方。 また、運転中の方もお聞きいただきました。ありがとうございます。安全運転でお願いしますね。どうぞ素晴らしい1週間と素敵な1日をお過ごしください。Have a amazing week and wonderful day。お相手はビジネスコーチ池田あゆみでした。それではまた来週、いってらっしゃい。